前回の動画で言い忘れましたが、山口県宇部市は今年2021年11月で100歳を迎えるそうです。宇部市制施行100周年記念ということで、様々なイベントが行われているようです。記念サイトの事業構成という項目に広報 PR というのがあって、ホームページや広報誌、SNS 等を活用し、効果的に宇部市制施行100周年を PR する。また、ロゴマーク、キャッチフレーズを活用して、デザインした横断幕や上り旗を設置し、市制施行100周年記念に向けた機運の醸成を進めるというのがあるので、多少なりとも協力できればと思います。そもそも、山口県宇部市ってかなりマイナーな市だと思っていたのですが、出版社の宝島社が発表した2020年版第8回住みたい田舎ベストランキングの総合部門でなんと第1位に輝きました。理由に挙げられていたのが、全国で上位の医療機関だそうです。さらにシニア世代が住みたい田舎部門でも第2位を獲得しています。まあそれはさておき、ゴールデンウィーク最終日に山口県美祢市の別府弁天池にちゃんとみんな自粛してんのか確認するために見回りに来ました。数十年前に来た記憶がなんとなくあったのですが、この度やってきて改めてその神秘的な美しさに感動しました。では現地の様子を伝えします。別府弁天池は日本名水百選にも選ばれています。毎秒186リットル水が湧いているそうです。見た感じ深そうに見えないんですが、一番深いところで水深約 4.5 メートルもあるそうです。透明すぎてわからないですよね。こちらの池の水を飲み水として近所の方々も利用されているそうです。今、汲まれてますね。長寿と財宝を授かれるという言い伝えがあって、地元住民の方が飲み水として利用されているとのことです。ちょっと映像では見にくいですが、小さな魚がたくさん泳いでいます。池からこちらの川につながっていて、そのきれいな水が流れてきています。非常に趣があります。マス定食1300円と書いてありますが、先ほど食堂の前を通った時1500円となってましたんで、まあ値上げされたんでしょう。こちらにいろいろ由来等々、あと内容についてこちらに記載されてあります。駐車場も何箇所かあり、もちろん無料で利用できます。すぐ近くに公園があります。給水所もあって、湧き水を持ち帰ることもできます。一応、自由ですが、まあ、いくらとは言いませんが、お金を入れてくださいという箱が置いてあります。こちらでマス料理を堪能できます。
エメラルドグリーンの水の水と赤、エメラルドグリーンの水と、なぜ青いのかとうとう書いてありますが、しかし実際のところまだ明確には分かっていないといったようなことも書かれていました。まあとにかく見とれてしまいます。ぼーっとしてるだけで時間が経っていきます。次から次へと人は訪れています。まあさすがにいつものゴールデンウィークとは違いますが、それなりに人は来ていました。近くに大木があります。杉の木だそうです。水温は1年を通してだいたい14度から15度というふうに書いてありました。このように家族連れがたくさん来ていました。美しきコバルトブルーの謎、こちらが食堂のメニューです。マス定食1500円になってます。弁天定食でしたら1100円、その他もろもろ。こちらでも給水所がありましたので、食堂でペットボトルを買って持ち帰りました。指定天然記念物、すぐ近くにニジマスの釣り堀があります。こちらのイケスで釣ることができます。もちろんこちらは有料です。釣った魚はすぐそばのお食事どころで調理してもらうことも可能だそうです。マスジロ、竿1本につき300円、マスは 1kg につき1800円で必ず買い取っていただきますとのこと。ニジマスについて紹介されていました。以上です。